はい、こんにちは、レトスの大野です。3月23日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。問われている内容は優しい、ただ問われ方が難しい。これは実際に合格した方からいただいた言葉です。まさにその通りで、実は宅建試験の内容自体は平成に入ってからレベルはそれほど変わっていません。多くの方が近年は難しくなったと言っていますが、内容を見ても難しくなったとは思えないんですね。もちろん個々の選択肢を見れば難しい問題もありますが、合格率や合格点を見てもそれほど変化はないことから考えても難易度はほとんど変わってないんですね。ではなぜ本試験で難しく感じるのか、これが重要なんですね。それは問題文を理解する勉強をしていないからなんですよ。結果として初めて見る問題文が理解できずに失点するわけです。後で解説を見ると、あ、勉強したことある内容だと気づいて悔しい思いをします。ではそうならないために何をすべきなのか。一問一問問題文を理解することに焦点を当てて勉強する、これが重要なんですね。解説に焦点を当てて勉強するのが一般的なんですけども、問題文を自力で理解できる力がないのに解説を覚えても本試験で覚えた知識を使えないんですね。なのでまずは問題文を理解すること、これが重要になってきます。そしてこの点については、個別指導の重要なノウハウになりますので、個別指導でお伝えいたします。今からであればまだ間に合いますので、問題文を理解する力をつけてすんなり宅建合格しましょう。個別指導の内容についてはこの動画の最後に、お知らせいたしますので、そちらご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入ります。 A が公土地の売却を代理する権限を B から書面で与えられている場合、A 自らが買い主となって売買契約を締結したときは、自己契約の禁止により常に A は公土地の所有権を取得できない、丸か×かという問題ですね。一度考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄ですね、概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。まず A が B から代理の権限を与えられているって書いてあるので、A が代理権をもらっているわけだから A が代理人ですね。で、 B が本人になります。で、代理人 A が自ら買い主となって売買契約を締結したって書いてありますよね。 B は A さんに売ってくださいって頼んでます。売ってくださいって頼んでます。つまり B さんが売り主ですね。 B さんが売り主で、 A は売り主代理人なんですけども、売り主代理人である A さんが買い主となってAB 間で売買契約を締結するっていう話ですよ。まあ、これ自己契約って言いますよね。で、自己契約っていうのは、まあ、禁止なんですけれども、自己契約したらどうなるかというと、原則ですね、無権代理として扱われます。つまり無権代理のルールで処理をするって話なんですね。ただ例外として、本人があらかじめ許諾した場合、つまり A さん買い主となって売買契約していいですよって許した場合ですね。もしくは、本人が追認した場合、つまり後で AB 間の契約を認めた場合ですね、承諾した場合、まあ、そういった場合は有効になります。つまり問題文では常に A は公土地の所有権を取得できないってこう書いてありましたね。だ、これは誤りですよね。例外的に有効になる、つまり AB 間の契約が有効になるということは、代理人 A が所有権を取得できる場合があるわけですよ。したがって答えは×になるということになります。で、これテクニックとして常にっていう言葉が出たらそれだけで誤りと、する方いるんですけれども、これはやめておきましょう。まあ、今回の問題ではこのテクニックで解けちゃうんですよ。解けちゃうけれども、これ解けない問題も作れるんですね。なのできちんとルールを頭に入れておくことをお勧めします。で、個別指導ではこれなんで自己契約が禁止になっているのか、そこまでですね解説させていただきます。まあ、こういった部分をちゃんと理解しておくと、まあ、本試験の時に、あれどっちだったっけってなった時に答えを自分自身で導けることができるようになるんですね。単にルールを忘れたとしても、その理解しているところから答えを導くというところまでできるようになるんですよ。大体本試験って頭が真っ白になっちゃうので、まあ、そういった時でもちゃんと理解をする勉強をしていれば答えを導けちゃうっていうことなんですね。だから理解をしていたら合格をしやすいし、逆に理解していないとなかなか合格するのは難しいっていうことになるわけです。まあ、本試験っていうのはもうみんな緊張するんですよ。だから、
単に丸暗記の人っていうのは、まあ、大体やっぱ忘れちゃうんですよね。本試験の時緊張して。普段は解けるけれども、本試験になったら間違えちゃうと。もうこれ、まあ普通なんですよ。もうみんなそうです。なんで、そういった緊張している時でも、ちゃんと実力を発揮するためには理解学習をした方がいいわけですよね。だから弊社の個別指導では、そういった理解についてまで解説をしております。で、問いにですね。宅地建物取引業者は、不正の手段により、法第3条第1項の免許を受けたことを理由に、免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる、丸か×かという問題です。答えは、これ丸ですね。これは営業保証金を供託する意味から考えれば簡単にわかります。つまり、弊社の学習方針である理解学習をすれば答えを導けるということなんですね。どういうことかっていうと、そもそも営業保証金っていうのは、取引相手、お客様ですね。お客様に損害を与えてしまって、賠償金などを支払えない時のために預けておくお金です。もし、宅建業者が取引相手に対して200万円の損害を与えてしまったと。で、その時に宅建業者はお金を持っていればいいんですけども、お金がない可能性もやっぱあるんですよね。そうなってくると、お金ないから払えません。だと、お客さん困るわけですよ。そのために営業保証金を預けているんですね。つまり免許取り消しになれば、もう業務を行いませんので、今後取引することはないですよね。したがって、不正手段によって免許を受けたから、免許取り消しになったとしても、預けていた営業保証金っていうのはもう預けておく意味がないから、取り戻しができるんだっていうことなんですね。これも理由付けです。なんで悪いことして免許取り消しになったのに、営業保証金を取り戻すことができるのか。この理由付けが今言った内容なんですよね。あくまでも営業保証金っていうのは、損害賠償金などを払えない時に備えて営業保証金を預けておくだけなので、免許取り消しになったっていうのであれば、もう預けておく意味ないから取り戻しができるということですね。まあ、きちんと理解しながら学習をしていきましょう。理解学習こそ合格への近道です。では問3に入ります。容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に参入しない、丸か×かという問題です。これ答えは×ですね。3分の1、これが誤りです。正しくはこれすべてですね。共同住宅っていうのはアパートとか、マンションとか、まあそういったものです。これらの廊下や階段の床面積っていうのは、すべてその建物の延べ面積。延べ面積っていうのは各階の合計面積ですね。これには入れません。つまり、この廊下や階段部分の面積は建物の延べ面積に参入しないっていうことなんですね。つまり、マンションの部屋の合計面積が1000平米あって、廊下やエレベーター部分の面積が200平米あったとします。まあこれ合計すると1200平米ですよね。ただこのマンションの延べ面積っていうのは、この廊下やエレベーター部分のこの床面積200平米、これ入れませんので、まあ階段部分もそうですね。もう入れませんので、1000平米になると、まあ、いうことです。個別指導の動画については、左上の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。